東京都立ラ看護専門学校。看護師を育成する専門家庭、ハットリ栄養専門学校。調理師科は高等課程を設置している専修学校とは学校教育法第124条が定める日本の教育施設である。修行年限は1年以上。専修学校には専門家庭、高等課程、一般課程のいずれかまたは複数が置かれる。 高等家庭のみを置く。専修学校は少なく、専門学校と称して、専門家庭とともに高等家庭が置かれる、専修学校が多い。専修学校の教育が、大学の教、大学と専修学校の専門家庭に同時に在籍する、ダブルスクールのものも存在する。ダブルスクールの形態としては、そのものが在籍する大学の家庭が、 実務に直結しないため自主的に先修学校に入学する大学と先修学校の間の提携制度のもとに入学するなどがある。先修学校は職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う教育施設である。1976年に 学校教育法に専修学校の規定を加える法律が施行され、それ以前に各種学校であった教育施設のうち設置基準を満たすものが専修学校に移行した。専修学校には他の法律に特別の規定がある小庁大学校や職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設や職業訓練施設などは含まれない。 また、日本に居住する外国人をもっぱら対象とする教育施設は、専修学校になれない。一般に、専修学校の個別の校名に、専修学校、高等専修学校、専門学校、大学校参照の名称が付けられる。なお、高等課程を置く、専修学校以外の教育施設は、高等専修学校の名称を専門課程を置く。 専修学校以外の教育施設は、専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は、専修学校の名称を用いてはならない。そのため、校名に、専修学校という名称が入っていれば、専修学校であることが、高等専修学校という名称が入っていれば、高等課程を置いている。専修学校であることが、専門学校という名称が入っていれば、専門課程を置いている。 専修学校であることが判別できる。しかし、そうでない公明の場合は、各種学校、無人加工といった教育訓練施設と区別できない。また、専修学校は、学校教育法第一条に定められる学校の名称を用いてはならない。また、専修学校は一条校の略称も用いないことが通例である。第三期の教育も参照専門課程は、 第3期の教育とされ、後期中等教育修了者に対して、高等学校における教育の基礎の上に職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う S とマイナス 5B レベルの過程。具体的には、学校教育法第125条第3項に基づき、 下記のいずれかに該当するものが対象となる。大学受験受験資格も参照修行年限が3年以上の先修学校の高等課程を修了したもの。法第90条第2項の規定により、大学に入学したものであって、当該者をその後に入学させる先修学校において、高等学校を卒業したものに準ずる学力があると認めたもの。個別の入学資格審査により、 高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めたもので18歳に達した者、専門課程を置く専修学校を専門学校と称することができる。文部科学大臣の認定する専門課程のうち2年または3年の課程を卒業した者には専門誌、4年の課程を卒業した者には高度専門誌の称号が授与される。詳細は 専修学校高等課程を参照高等課程は、前期中等教育修了者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う S とマイナス 3C レベルの課程。具体的には、法第125条。 第2項に基づき、下記のいずれかに該当する者が対象となる。高校受験入学資格も参照高等課程を置く、専修学校は高等専修学校と称することができる。修行年限が3年以上の課程を修了した者は、専修学校の専門課程に進学することができる。さらにこれに加えて、文部科学省の定める基準を満たす課程を修了した者は、 大学入学資格を有する。一般家庭は高等家庭、または専門家庭の教育以外の職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う。法令上では特に入学資格を定めない家庭であり、入学資格は各校が定める。専修学校の中で設置基準が 教員資格などの点で最も有利エストでは分類被害等。特に大学受験予備校の高卒生対象コースに多く見られ、大学受験科などと呼ばれている。小学生対象の学習塾にも一般家庭の専修学校がある。最近では、少子化による大学入試の益化、大学での職業教育の充実により、専修学校の専門家庭は主眼者集めに、 苦戦していると言われている。その一方で、大学卒業後に専門学校に入学する学生も増加している。実際には、高校卒業者の専修学校進学率は平成に入ってからも15から20%の間を推移しており、2016年度も16.2%であった。都道府県別に見ると、新潟県が最も高く26.5%であった。 新潟県には県内で27校の専修学校を運営している NSG グループをはじめ専修学校が多数立地している。他方で最も専修学校進学率が低いのは東京都と広島県の11.8%でその分大学進学率が高くなっている。2013年の就職率は専門家定卒が79.7% 短期大学卒が七十三点五パーセント、大学卒が六十七点三パーセントであった。専修学校は、修行年限は一年以上、昼間家庭の年間授業時間は八百時間以上、夜間家庭の年間授業時間は四百五十時間以上、生徒は常時四十人以上でなければならない。専修学校と各種学校は類似しているが、各種学校の方が基準はより、 専修学校の設置基準は、学校教育法のほかにも、文部科学省令である、専修学校設置基準などに詳しく定められている。なお、上記で用いられている、時間という用語は、単位時間を指す。このことは、専修学校設置基準関連法令の趣旨及び、概要を通達した別文書、学校教育法の一部を改正する、法律等の施行についてに記されている。 専修学校には、高等課程、専門課程、一般課程ごとに、専修学校の目的に応じた分野の区分ごとに、教育上の基本となる組織を置くものとされ、教育上の基本となる組織に1、または2以上の学科を置くものとされている。複数の課程を置き、多数の分野を扱う専修学校では、工業高等課程、商業実務高等課程、工業専門課程、 商業実務専門家庭、文化、教養一般家庭などの名称の教育上の基本となる組織が置かれ、その下に学科が置かれる。専修学校の施設及び設備などについては、専修学校設置基準の第五章施設及び設備等などに定めがある。なお、専修学校は特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、 他の学校などの施設及び設備を使用することができる。基本的には4月入学、3月卒業である。大学と異なる点、編集専修学校は学校教育法第1条に定められた学校ではないため、以下の点で問題が発生する。このため、現状の設置基準を満たしたすべての専修学校を一条校に位置づけようとする運動もある。文部科学省。 編集この動きを受けて文部科学省は先週学校の進行に関する検討会議を設置し、同会議は2008年10月20日、一定の水準を満たす先週学校を一条項に位置づけることを重要課題に挙げた報告書案をまとめた。その後、2008年11月に社会環境の変化を踏まえた先週学校の今後のあり方についてが取りまとめられ、 新たな学校種に関しては、キャリア教育、職業教育のあり方の全体像を議論する中で、重要な課題の一つとして、より総合的、多面的で、専門的な検討を行いる場である中央、教育審議会において、議論を深めていくことが、適当とされた。中央教育審議会、編集これを受けて、中教新キャリア教育、職業教育特別部会では、 新しい学校種についても全30回にわたり議論された。例えば第4回において寺田正規委員は以下のように意見を述べている。その後中教審は平成23年1月31日の第74回総会で今後の学校におけるキャリア教育、職業教育のあり方についてを取りまとめた。その第4章第4節。 職業実践的な教育に特化した枠組みについての中で次のように述べている。以上を踏まえ、具体的な構想が示され、今後、高等教育関係者や学習対象者、産業界、公共職業能力開発施設関係者を含む各界の意向等を踏まえて、新たな枠組み全般の具体化について、詳細な検討が進められることが適当であると、まとめている。 職業大学の設置へ、編集その後、若者の社会的、職業的自立や、学校から社会、職業への移行をめぐる経緯と現状のたまに政府、文部科学省と中央教育審議会は、実践的な職業教育や、技能訓練を行う、高等教育機関として、職業大学を設置する方針を固めた。これは、高校卒業後の進学や、 社会人の専門知識の習得を想定している。学校は新設せず、希望する既存の大学などに、職業大学へ転換してもらう考えである。政府の産業競争力会議で原案が示され、2016年5月30日、実践的な職業教育を行う、新しい高等教育機関として、専門職業大学を制度化する、洋文部科学大臣に答申した。 2017年3月10日、職業教育を行う新たな高等教育機関として、専門職大学及び専門職短期大学制度を創設する学校教育法の一部を改正する法律案を閣議決定した。この法律案は2017年5月24日に成立し、5月31日に法律第41号として交付され、 2019年4月1日に施行される。専門職大学は大学のうち深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは専門職大学と規定されている。また大学は卒業生に、 学士の学位を授与するものとするとなっているが、専門職大学は、この規定の適用はされず、別途、文部科学大臣の定める学位を授与するものとすると、規定されている。一方で、現状の設置基準を満たしたすべての専修学校を一条校にしようとする場合、既存の一条校との兼ね合いから、以下のような問題が生じることが懸念されている。また、法令上の制限はないものの、 二つ以上の一条校の学生になることを独自に禁止している。大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校が特に私立学校に多いため、これまでのダブルスクールが場合によっては不可能となってしまうことも懸念されている。フリーライターの安田水博士は以下の理由で一条校化に疑問を呈している。そして大学が専門学校化するのに対抗して、 専門学校が大学化してはならず、してはたまるかと言い切る姿勢、いわば大学に真似のできない専門学校を目指すことが必要ではないかと結論づけている。ジャーナリストの女敏夫は以下のように指摘している。短期大学を運営する山内学園及び郡山海星学園は第5回の専修学校の振興に関する検討会議において以下のように指摘している。 ありがとうございます。